東海バスでは新型コロナウイルス感染防止対策として全職員が飲食時を除き原則マスクを着用しております。また出社時に体温を報告し発熱の有無を確認しております。不特定多数が利用する路線バスの性質上、運転席並びに点呼場に飛沫感染防止シートを設置し感染防止を図っております。車内における空気感染を防止するために換気扇を使用することで約3分から5分で空気が入れ替わるようになっております。また始発停留所においても適時アルコール消毒による車内消毒を行っています。皆様のご利用をお待ちしております。